皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではテイルズ・オブ・ゼステリア実況プレイパート23やっていきたいと思います。前回に引き続きティンタジェル遺跡群の攻略の続きやっていきます。大丈夫でしょうか？心配ですね。信じて待つしかないよ。何ですの？お？なんか降ってきた。氷魔です。とにかく戦う準備を。ビビか。まさかロゼが何か仕掛けを。まったく、どんなトラブルメーカーだ。さあ水こぼし瞬撃。風が弱点でむわしい。一戦。あれダメだった。何してんの？氷魔が。その土ぼこりが。なんかよくわかんないけど。気にしないで他を当て。見えてないのか。了解了解。シンクは落ちた。焼き払う。治癒レンガガン無影響。なんか石空槽。まだ騒いでる。やっぱりなんかあるの？なあ、もうじゃあ今お化けと戦ってるの？はい、気にしないことにしました。よろしい。焼き払う。つけれるの？こらえろ。麻痺か。行くぞ。直すのなんかあったかな。わ、何にもねえ。見切れるか。状態上直す気なんもないの。あまたの武器。どっと敵を潰せ。瞬時に汚れを払い加護をもたらす。どっとレジシブを引き込む。続けていこう。見切れるか。かい。石空槽まだいるぞ。フリーブラザー水こぼし治癒レンガガン。よっしゃ。やるなミクリオ。君が甘いんだよ。いろいろと。状態上、コードが頻繁に中断されてしまう。厄介だ。はあ、驚きましたわ。なんか嫌な予感がするんだけど。珍しく気が合うわね。私もよ。大丈夫だよ。多分この扉の先行きたくねえな。開きましたわ。この感じ。あ、領域。え？え？かなり強力な存在だぞ。しかもこの汚れ、氷魔だな。しかも領域張れるってば。ローゼの声だ。急ごう。なにそんな、ドラゴニュート。やばいやつなのか。ドラゴンの幼体の一つですわ。危険な氷魔ってことか。もうやだ。そろそろ限界みたい。行くぞ、みんな。おい氷魔、お前の相手はこっちだ。スレイ。どうし、かなわないようなら逃げましょう。ああ、とにかくロゼたちが逃げられる時間さえ稼げれば。ロゼ、逃げろ。うわー、耐性が物理、火、地、水、風しか効かねえのかよ、畜生。うだれ、エースイター、爆炎剣、光剣、
ロックさせないと渡らなきゃいけないんだよな。私たちの持つ属性では効果が見込めません。どうするの、くたびれるのは嫌よ。分かってるんだけど。終わった。ローゼ何やってんだ、逃げろって言ったじゃないか。けどさ、私のせいでしょ、そんなになってるの。気にしてないから。スレ、僕抜きでしばらく耐えてくれ。ロゼ、お関心にも今度は耳を傾けてるね。ロゼ、怖がってもいい、そのまま我慢して聞いてほしい。スレイはあんなやつだ。幼馴染の僕でも見ててハラハラする。僕たち天族は確かにスレイの仲間だ。だけどスレイと同じものを見たり聞いたりできてるのか正直わからない。スレイだけが人間だから。そう、スレイには本当の意味で同志の宿命を共感できる人間の仲間がいないんだ。私にスレイの仲間になってほしいんだ。決めるのは君だけどね。ねえ、名前なんて。ミクリオ、来てくれ。はいはい。ミクリオ。面白くなってきたじゃねえか。ミクリオ、見えたけど、やっぱこ、こ、さすがにひどいんじゃないか、これは。勘弁して、やってやるから。スレイ、ミクリオ、それとなに、なんなんだ。私も戦う。彼女は決心したようだ。もちろん彼女の意志でね。お、ありがとう。ライラ、時間を稼ぐ。その間に重視の契約を。ですがスレイさんにマナをつけてもらわないと。ウィクエクウィク、それがロゼに与えるマナー。わかりましたわ。なんて意味、汚れを払い無理に引っ込み。え、ちょっ、今のはずるいでしょ。全力で当たらせても無理に突っ込むな。もう少しの辛抱だ。なあ、とにかく時間を稼ぐ。今のはずるいでしょ。さあ、自由連合団、我ら鬼を放て、全力を続けていくぞ。我ら悪しき欲だ、やるしかねえぞ。我ら氷を、魔を断ち切る。鋭き氷拡散せよ。フリー、心と手当てろ。こらえろ。円月輪サポートお願い。鋭き推進障害。そこだ。いい、スレイ、ありがとう。カノンを守る癒しの力よ。サポートお願い。怖っ、癒しの力よ。はっ、焼き払う。自由連合団、スレア、うわぁ、老人断ち切れ。アイスシア見切れるか。自分の気は癒しの力よ。石空城、水よ、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 よ
カブト割りだけは食らっちゃいけないな。剣の際ネア頼みを守ったサポートお願いネア癒しの力爆炎剣せい剣の際爆炎剣出ていくぞ生きれるか流れを払い加護をもたらせ焼き払うレジストエンド我らさあ手金を払い加護をもたらせ焼き払う我らはコラハマン続けていくぞイメージョどうしたセゼルがライラの陪審に何お お待たせしましたライラロゼしかもカムイよし一気に決めるぞ同志遊びはもう終わりだ俺のカムイを発言させろデゼルお前なんで終わったらちゃんと説明してくれよシュの神業よっしゃ無人島へ無理せる貴族竜の先カムイこれが ね、操作方法が分かんない。スピリッツリバース。あ、他は物理だったんだ。なるほどね。強いな。サポートお願い。見えぬ原因。天の特徴。果ててはシンクに。頑張りましょう。残り体力を吸収。頑張りましょう。強い。甘い。平均強化。スピーチリバウス。平均強化。スピーチリバウス。天の特徴。一瞬潜る感じ。さあ、焦りすぎ。もうちょいなんだけどな。残り体力を気にしろ。これ。平均強化。これ。こいつ強いぞ。見えぬ電源。助けて。続けていくよ。届け。終点ルシン。ケイルファントム。うわ。翼を切り刻む。残り体力を気にしろ。平均強化。落とした。一回戦闘になったんだけど。強かった。うまくいったな、ロゼ。ロゼ。おい、しっかりしろ。ロゼだと思った？私よ。ふざけんなってな。よっぽどこの子にご執心なのね。何のつもりだ。あら、あなたが陪審になったわけがスレイたちに分かりやすく伝わったと思うけれど。どうし、俺は分かったよ、デゼル。聞け。デゼルさんはカムイの力で成したいことがあるそうですわ。そうだ、そのためにお前たちを利用させてもらう。何をしようって言うんだ。復讐だ。ほう。俺の友を殺し、
風の傭兵団に濡れ衣を着せ、犯罪者へと落とし、暗殺ギルドとしてしか生きていけなくした兵馬への名。なんだ、それなら歓迎するよ。その兵馬を沈めればいいんだな。それだと救うだけだ。俺の目的は復讐だと言ったろ。殺そうって言うのか。ライラ、なぜこんな奴を陪審に招き入れたんだ。こんな方だからですわ。復讐に取り憑かれたデゼルさんがこれまで兵馬にならずに済んだのは、汚れない器があったからこそです。ロゼか。そうか、ロゼが僕たちと共に来るのなら、デゼルは汚れなき器を失い、いずれ復讐心が汚れと結びつき兵馬と化す。復讐の相手と同じ兵馬になるなんぞ、死んでもごめんだからな。お前らが招いた結果だけど、あなたの望んだ結果でもあるんじゃないかしら。否定はしない。カムイの力がどんなものか好みで理解できたからな。事情は分かった。一緒に行く以上勝手な振る舞いはさせないぞ。ちゃんと協力はする。俺も天族の端くれだ。同志の活動に異論があるはずはないだろ。確かに、そういえば、そっか。ロゼにも俺の話は黙っていてもらおう。その娘は自分の意志と力でこれまで生き抜いてきたと思っている。俺が後ろで何を狙って何をしてきたかなど知る必要はないからな。デゼルさん、これでみんな友達ね。その娘で遊ぶな。ちゃんと見てやる。大丈夫よ、怖くて気絶してただけだから。あなたが床に叩きつけたことの方が効いてると思うわ。ロゼさんが目覚めるまでここで休憩しましょうか。こちらの天族の方もまだ意識を戻しませんし。そうしよう。おう、お、技増えた。瞬転の陣、移動中に右を押すことで瞬転の陣が発動し、前方に瞬間移動します。一定距離内に地面があれば、崖のような地帯でも渡ることが可能で、意外な場所に行けることがあるかもしれません。活属性が弱点の敵シンボルに当たることで、さらに有利な状態で戦闘を開始できます。ほう、他の天族の力も移動中につけなかった。おお、おお。で、このマークは何？で、術技が戦狼が風属性。多分これもね、強いよ。立ちぐれも覚えた。火属性と風属性、瞬身剣の常用技。なるほどね。そうか、アリーシャは重視じゃなくなっちゃったけど、これからはとりあえずロゼが重視として加わって、彼女もカムイの力が使えるから、スレは何の負担もなく仲間ができるわけだ。お、なんかスキルっていうか、これがパワーアップしてる。じゃあ、あれ一戦。なるほど。デゼルさんのことが気がかりですの。うん、まあね。デゼルが兵馬を殺そうとするのなら、なんとか止めたいから。いざとなれば、私が主審としての権限で陪審である彼を拘束しますわ。そんなことができるんだ。ですが、そうしなくて済むのが一番です。主審と陪審とは言いますが、それ以前に仲間でありたいですから。ライラ、デゼルさんも同志であるスレイさんと旅をすれば、復讐よりもやりたいことが見つかるかもしれません。彼も天族なんですもの。言っておくことがあるわ。
何？あのロゼって子だけど、簡単に力が通りすぎる。気絶している間に勝手にカムイを発言して体を操れるほどね。どういうこと？天族の力に馴染みすぎているのよ。おそらくデゼルが長い間いびつに干渉し続けた結果ね。彼はこれまで何度も意識のないロゼを操ってたんじゃないかしら。そうでないとあの力の通り方に説明がつかないわ。デゼルは復讐のためにロゼを利用し続けてきたってことか。そして彼の望む通りロゼはカムイも発言させたわ。意識を奪えば自由に操ることができる。理想の器に仕上がったってことよ。覚えておくことね。分かった。場合によってはロゼの命も危ねえな。ずいぶん大所帯になったな。うん、ロゼもデゼルも面白いやつだ。ロゼはともかく、デゼルがそれを聞いたら呆然と反論するだろうね。想像できるな。俺、この遺跡探検で改めて自分が気負ってたんだって分かった。サンキュー、ミクリオ。僕は心配なんてしてないよ。何か用か？あ、うん、そう言われたら何もないけど。けどなんだ？俺さ、ロゼとデゼルってなんか好きなんだ。あ？何を言ってる？人と天族が一緒に旅してるのなんて俺たちだけだと思ってたからさ。以前は珍しいものでもなかった。人は俺たちが見えなくても声が聞こえなくてもそこにいることを感じ、共に笑い共に泣けた。風の骨のみんなはそうじゃないのか？そうだ。だから俺はデゼル。言っておく、邪魔だけは許さん。たとえお前がどうしてあったとしてもだ。お、お、犬。目が覚めたようだね。それは助かった。礼を言うぞ、同志殿。天族の腹からよ。スレイです。ライラにエドナ、デゼルにミクリオ。あっちで寝てるのがワンコが喋ってる。ロゼ、目が覚めたんだ。うん、わしはお石だ。こう見えても歴とした天族だぞ。へえ、まさに天族の神秘って感じ。よろしくな。よろしく。私はロゼ。もう慣れたみたい。さあ戻りましょうか。ロゼさんも目覚めたことですし。そういうわけでもないようだ。怖い？叫ぶ？パンチ？遊んでるんじゃない、戻るんだろう。うん。ちょい待ち、まだ何も見つけてない。でこの遺跡にはまだ先がある。つまりやることは一つ。そう、進もう。息ぴったりじゃん。確かに遺跡探検はまだ終わってないからな。まだバカンスは終わらないようね。では奥に進みましょう。さ、スレイさん。ありがとう、みんな。じゃあお石さん、俺たちもうちょっと遺跡調べます。面白い同士一行だの。気をつけてな。じゃあね、ワンコ天族さん。ダメだ、携帯電話の CM を思い出しちゃう。この犬見てると。どうなったんだろうな、戦争の結果。さあね、ローランス軍が崩れたのまでは確認したけど、直後にハイランドも将を失い撤退した。勝敗は引き分けといったところだな。あんたもあそこにいたんだ。戦場を見るのが趣味でな。
俺がやったことがそのまま結果に結びついたわけか。ライラの言った通りだな。アリーシャやルーカスは大丈夫かな。ルーカスは平気だろ。アリーシャのことはハイランドを信じるしかないね。だよな。とにかく僕らにできるだけのことはやったさ。だよな。そういえば別れたんだ、アリーシャ姫と。うん、マリンドで。アリーシャにはアリーシャの夢があるからね。もしかして私って後釜？そういうつもりはないよ。変な聞き方してごめん。気にしなくていいよ。一緒に行くって自分で決めたんだからさ。逆にお姫様の役を求められても困る。それは分かってる。分かってるのはいいけど即答は失礼じゃない。いや、この子面白いな。あと待て、ただロゼ、あ、他のキャラと違ってか、なんかこう固有の装備じゃなくって武器に投入するんだ。かっこいいじゃん。二刀剣士。しかもなんかすでに熟練度9とか。あ、でも他1なんだ。多分攻撃力はそうでもなさそうに見えてあれなんだろうね。手数が多いから、その分、火力は高い感じになるんじゃないかな。と思いたい。うん、技も豊富。火扇も使える。よしよし。ちょっとこれちょっと後で見てみたいな。よし、じゃあ今回ここまでにしておきたいと思います。次回も引き続きこの遺跡を調べていきたいと思います。いや、やっとセーブできる。前回クイックセーブしてやめたもんな。だからドラゴンニュート強かった。一回やられちゃったよ。まあ、しょうがない。はい、では、テイルズ・オブ・ゼスティリア実況プレイパート23をここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれなー。